皆さんこんにちは、カタルシスを語るーにゃ松井一郎でございます。さあ本日はたまりにたまったたまらない映像ということでたくさんあるんですけれども、また面白いものをお送りしたいと思います。これはですね、オルケスタステテコという、なんというか、もうこのバンドはもう本当に私がやりたくてやりたくて、もう一生のうちに一回できるかなと思うようなものが、なんかある時トントントンと話が進んでいきまして、これができた時は本当に嬉しかったですね。30何年前にラノーチェを立ち上げて、なんか初めて自分の好きな音楽というかがこう現実になった時の喜びと同じぐらい、もしくはそれ以上、まさかビッグバンドができるとは思いませんでしたからね。このバンドも DVD が出てるんです。この DVD の中から抜粋して、お送りしたいと思います。過去にラテンのビッグバンドっていうのはね、たくさんありますけれども、最も有名なのはペレスプラード楽団、僕はそれと同じぐらいの時期かもしれませんけど、マチートとかマリオバウサ、こういうもうちょっとサルサに近いリズムっていうのかな、サルサの感じが入ったものが好きで、この一曲、これができ、もうこれだけがやりたいっていう感じでしたね。曲はクバウサっていう曲なんですけども、とにかくこれ聞いた時はもうぶっ飛びましたね。こんなことできるのかな、でもやってみたいなっていう。それではクバウサ、お聴きください。どうぞ。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。こういうのまた今聞いてもこう燃え上がってきますね。なんか力が出てくるっていうかね、またやりたいなって気持ちに、させてくれます。あ、なんだお前、こんなとこにいたのか、探してたんだよお前。こういうのがね、
出てます、たまりにたまった在庫でございます、ご興味のある方はぜひ非売品でございますからメンバーと会った時にしか、手に入れることができません。さあ、それでは今回もご視聴いただきありがとうございました、また次回もできれば近々、お送りしたいと思います。それまで皆さんを楽しみにしててください。それでは今回もありがとうございました。